速稼塾の久保です。 FX についてメールをいただきました。ちょっと読ませていただきますね。夜分に失礼します。塾長の分かりやすい FX 解説を参考に今回初めて40ピップス以上の利益を取れました。括弧してマイクロ口座の 0.01 なので、まあ、余円勝ちですかと書いてますね。全然いいんですよ。でも金額云々ではなく仮説通りにうまくいったことに喜びを感じております。これすごく大事ですね。でゆくゆくは自分の力で利益を出せるように実力をつけていきます。はい、私もね、もっともっと分かりやすい解説に努めようかと思います。今回 FX の楽しさを味わえたことをお伝えしたくて取り急ぎメールいたしましたというふうに、書いてくださいました。本当にありがとうございます。こういうふうなね、メールが非常に励ましになります。で、他の方もね、今回のブレイクでは取れたよってことをね、何人かメールをくださいました。で、逆にですね、別の見込みを立てていたんでマイナスになりましたみたいな方もいらっしゃったんですけども、これはね、うまくいった方、うまくいかない方、それぞれに出てくるんですけども、これ一喜一憂することなくね、ぜひね、私から重ねて申し上げたいのは、なんで勝てたのか、で今回勝てた方、なんで自分の根拠はどこが良かったのか、そしてもう一つは、なんで自分の根拠は外れたのか、ここが大事なんですよ。原因ですよね。こう思ったからこうした。こう思ったからバイに入った。こう思ったからセルにした。それが過ぎてみてね。どうだったのか。ロスカットはなんで食らっちゃったのかな。どうしたらテイクプロフィットできたのかなってことを、これをね、きちんとメモにね、書き留めておくことが大事です。特に今回はですね、レンジオプション、レンジ戦略の中で、ブレイクしたらそっちの方についていくよっていうようなお話をしました。例えば、今回は107円の910あたりに抵抗体があるんですよね。ゾーンがあるんですよね。ここを超えたら、レンジが、崩壊しますんで、ここを超えたら今回はバイの方向にねついていけばいいということだったんですけども、じゃあどこでエントリーをするのかってことなんですけども、このねきっかけが始まったのがどこだったかな、107円の910から始まって、108円の050あたりにですね、ヒゲが伸びて、まあ青いヒゲがね、陽線のヒゲが出てるわけなんですよ。陰線のヒゲが出てるわけなんですよ。で、ここを超えたらもうさすがに入っていいんではないかなと思いますんで、ここですね。ここからエントリーすると、50ピップス前後はまあ取れていたんではないかなということになりますんで、今回ね、メールくださった方も同じような判断で40ピップス以上取れたということだったと思いますけどね。はい、メールの方ありがとうございました。他の皆さんもね、これちょっとここうまくいかなかったよってことも、なんでそうなったのか、どこに根拠を求めたのか、エントリーポイント、ロスカットライン、どういう根拠で引いたのかってことをもう一回振り返ってみてね、仮説に立ち返ってみて、その仮説のどこが違ったのか、どこに目をつけるべきだったのかってことをまたね、繰り返していただきたいと思います。どうしてもね、自分で検証できない方は、この相場予測、ここがテイクプロフィットラインだよと、エントリーポイントここだよと、ロスカットはここに引いたよっていうのをね、お送りいただけますと、私がまたね、解説付きで、お送りしますんで、遠慮なくご連絡ください。それでは、失礼します。